ドロシーリー・キャンベルは、スコットランド出身の女子アマチュアゴルファー。全米、全英及び全カナダの女子アマチュア選手権すべてに優勝した初めてのゴルファー。スコットランド・ミッドロージアンのノースベリックで、ウィリアム・スピンク・キャンベルを父に、エミリー・メアリー・ティッパーを母とするゴルフ好きの一家に生まれた。生後18ヶ月の時には、ゴルフクラブのスイングをしていたと言われる。 数年の後には姉たちと試合をするほどになっていた。変則的なフックグリップから飛距離は短いが、ストレートな球を打った。後年になり、より標準的なバードングリップを採用した。1896年、13歳の時のスベリック女子ゴルフクラブに入会し、他の大人の会員らと普通にプレーした。ノースベリックエストリンクスで、プロゴルファーベンセイヤーズに指示して、 ゴルフを教えられた。17歳になった1900年の4月30日に、父親が死に、一家でしばしば夏休みを過ごしたノースベリックの別荘に、母と一緒に引っ越し、1904年まで過ごした。キャンベルのスイング1909年に、ロイヤル・バークデールで行われた、全英女子山選手権大会において、キャンベルは、第3ラウンドマッチのスコア提出を忘れた。 エルジにより失格とするかどうかの審議が行われたが、結果としてプレーを続けられる裁定を得ることができた。そして最終的にアイルランドのフローレンス・ヘズレットを4安藤さんで破って優勝した。この優勝によってアメリカでプレーする招待状をもらったことが彼女の人生を変えることになり、結果的に1910年にはカナダ、その3年後には 米国の永住権を取得し、その後米国市民権も得て永住した。母国である英国には単に一時帰国するだけの訪問者になった。1911年ポートラッシュにおける前英女子アマではバイオレット・ヘズレットを破り優勝した。米国、英国、カナダ、スコットランドにおいて全部で11のナショナルタイトルを獲得した。最後のタイトルである 全米女子山は1924年41歳での優勝だった。キャリア中700以上の勝利を遂げた。ゴルフライターのコーリン・ファーカーソンによれば、彼女のショートゲームはこの世のものとは思えないという。メイペル・ストリンガーの著書では、彼女のショートゲームについて、ドロシーのベストショットは50フィート以下のランニングアプローチだ。 小さめのフェイスを持つグースネックのマッシーを被せ気味にしてダウンスイングで打つもので1926年のオーガスタカントリークラブでは2つのチップインを決め18ホールの合計パット数が19だったこのパット数はその当時ウォルター・トラビスの持っていた記録を2だま回るものだったまた米国のノースサウス選手権の決勝では40 ヤードのアプローチを2回カップインさせて相手を破ったとされている。1913年2月11日にオンタリオ州エントワースでジャック・ v ハードと結婚した。ハードはピッツバーグの鉄工業で財をなし、オークモントカントリークラブのメンバーだった。ドロシーは JV ・ハード夫人としてゴルフ競技で何勝もしたが1923年に離婚した。 1937年には、エドワード・ハウと再婚したが1943年に、離婚。ジャック・ハードとの間に一人の息子がいる。キャリア中、ドロシー・ハード、JV ・ハード夫人、ドロシー・ハウなどいくつかの名前が記録されている。旅行カバンには、ドロシー・キャンベル・ハード・ハウと記されていたという。1945年3月20日、鉄道事故で死亡。 プラットフォームから転落したところで入選してきた列車に接触した。死亡証明書によればこの時のフルネームはドロシーリーハウとなっており、直接の死因は頭蓋骨骨折と右腕分離だった。彼女は1978年にカナダのゴルフ殿堂と世界ゴルフ殿堂に選出された。ありがとうございます。